こんにちは、ライムです。ということで、今回は新ガチャのハラン、そしてスレイトゥデイ同時に全力で使ってみた。はい、ということでね、先日スレイトゥデイを使って無属性の相手であるバハムート EX2 で使ってみたんですけど、まあ敵がね無属性ということで、まあ、水属性武器という、まあ、最大の利点である弱点が取れることによる、まあ、ダメージ増加っていうのを、まあ、お見せできなかったし、まあ、コメントでもね水弱点の敵で使ってほしいみたいな話があったので、まあ今回はちょっと水弱点に対して使ってみようかなと思ってます。で、今回は前回と違ってスレイトゥデイプラスセフィロスの波乱を、まあ、同時に使ってみようかと。前回のバハムト EX はもちろん水耐性ダウンは入れてない状態でのダメージだったんで、今回は弱点かつ水属性デバフも入れた状態でのダメージっていうことになります。で、今回波乱のこの3突状態ですね、3突なんで中ダウンしかいかないので、まあ実質、まあ、やってることは無突と変わらないんですけど、一応これ大段階まで上昇可能ということで、こちらまあなるべく2回入れてダメージを見ていきたいなっていうところがあります。で、今回はまあセフィロスさんに関してはまああくまでサブアタッカーということになりますので、メインはスレイトゥデイを使ってバフをしたグレンの火力ということになります。まあ、こちらもですね、セフィロスに関してはこのウェットジャケットって水刃の奥義とかついていたりとかですね、まあ、これ自体ライザービーにブックアップと水属性力アップ、さらに水属性の、物理ダメージということで火力を出そうというのはちゃんと出るんですけどね。ただ、この3突状態だとまだ 510% ということになりますので、まあ、そこまで超火力というものは期待できませんが、まあ、やはり先ほど言った通りサブアタッカーっていう形になるんじゃないでしょうか。一応だから今回ね、グレンがあまりにも火力出すぎちゃってマジで瞬殺しちゃうので、セフィロスの火力をちょっと抑えてる感じにしてるんですけど、すごいね。なんか昨日それこそ今から挑むブリッツラッド EX2 のアタッカーすべて配布武器編成の、まあ、無課金編成でやったんですけど、なんかもう差がすごすぎるね。インフレ進んだなって思う、本当に。だとエアリスでバフだね。これぶっ壊バフします。はい。まあ、こんだけバフ重ねてればもうあらゆるバフでバフが重なる状態なんで、今回の編成だと。まあエアリスさんは本当にただぶっこバフしていただく係の人です。はい。で、グレン、こちら HP8008 のぶっこ6920ですね。で、メイン武器はもちろんストリームグレイブ。スレイトゥデイを使う上でストリームグレイブはないとまずお話にならないので、で、九段のスレイトゥデイ、こちら無属性の攻撃ではあるものの ATB3 で撃てて仏棒中ダウン、さらに HP50% 以上の時自身の水属性ダメージ中アップという効果があります。これ6突すればね大アップになるんで、さらに火力の上昇が見込めるんですけど、まあ、今回はあくまで、中アップ止まりですが、まだ伸びしろがあるということで。はい。で、サブ武器がブラックウィスカー、仏光と水属性力アップで、あとガイドグローブ、仏光と物理アビリ力アップ、エネミーランチャー、攻撃と物アビリ力アップ、で、ライズアビー、仏光アップレベル7、水刃の奥義、水属性力アップレベル7、物浴び力アップレベル6、攻撃アップレベル3、で、その他味方全体の仏光アップを2つつけてるという状態ですね。はい。これでやっていきましょうか。ブリッツラッドの詳細は別にいいよね。今回もう、その攻略はどうとかっていう次元じゃないので、もうただ殴ってたら勝つみたいな感じなので、もうあらゆるギミックス、仕方できちゃう。サンダーボム召喚とかあるけど、召喚した瞬間ブリッツラッドが本体が死ぬので戦闘終わっちゃうんだよね。もう攻略っていうかっていう。ただの残殺でしかないので行きます。はい。ちょっとね、仕切り直し、なんかね事故が起こっちった。なんかね謎にサンダーボムを殴ってた。ブリッツだともうターゲットしてはダメだね。
で、セフィロスで2回水耐性ダウン入れて大ダウンまで持ってきます。124,000ですが、今ね、あれが入ってなかった。シフトね、違う。あ、そう。アタックシフト入ってなかった。ここで防御デバフもう入れて、で、ここのダメージをちょっと見ていこう。ね。これで果たしてど、おお、終わった！ 23 万23万。どっちにしても瞬殺だったな。23万。で、まあ、これ先ほども言いましたけど、まだこれ伸びしろあるからね。今これ水属性ダメージ中アップの状態でぶん殴ったんで、もっといく。26万くらいはいくのかな、実際ね。でもね、やっぱ難点は、今見てもらった通り、これ開幕ですね、スレイトゥデイのこの仏棒中ダウン入れたんですけど、これもう一回かけ直さないと、この仏棒中ダウンの効果が先に切れちゃうっていうのがあって、やっぱ効果時間重要だね。重要だなって思う。あるいは、やっぱこの仏棒中ダウン、と水耐性デバフ両方入れられる、まあ、あのブラックウィスカー運用でも全然問題はないような感じはありますね。ただブラックウィスカーについては2回使わないと水耐性大ダウンまでいかないっていうね、難点もあったりとか、あと解説動画でも言いましたけどね、あのブラックウィスカーはあくまで無属性攻撃で、殴るのは実際水耐性ダウン使ってからのウォータラブローが火力になってくるから、そこら辺の違いはあるかな。やっぱ突数大事だと思う。これ結局この波乱についても6突しないと大ダウンにならないので、まあこれもね、ブラックウィスカーと同じく重ね掛けさえすれば大段階までいきますけど、やっぱその違いあるな。特にスレイテデイね、仏棒中ダウンこんなやっぱすぐ切れちゃうんだなっていうのもあるから、まあ、可能であれば、まあ、今回の瞬殺するみたいな場面であれば全然問題ないけど、ちょっと長期戦になる、今後例えば出てくる、まあ来週あたり出てくるクラッシュとか、 あるいはラム EX とかね、もっと HP が高い強敵になってきて戦闘時間も結構長くなるような場面であれば、なんか一つサブ武器外してバフデバフ時間延長にするとか、そういった方が、そうだね、長時間っていう尺で見た時のダメージ量やっぱ高くなると思うんだよな。というのがまあいろいろやっぱこれ使ってみないとまあわからない部分というか、まあ、実感としてね、こういったところがあるんだなというところで、まあ今回のセフィロスさんについてはちなみにあのバフデバフ時間延長めちゃめちゃ持ってますけどね、レベル4で 120% にしてあるんで、もうセフィロスさんに関しては特にね、考えることはないんですけど、ただどうだろうね、その辺だね、火力との兼ね合いがちょっとどうなのかなっていうところもあったりするから、まあ、これはやはり無凸状態だといかんせん効果時間が短いよねっていうのも皆さんね、強い一方で火力は出る一方でそういう悩みもあるということで、まあ引くかどうかは皆さん次第で、解説動画でも言った通り、別に他の武器でも代用自体は可能というところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。